サトル。今は結婚して杉田佳代になったよ。ああ、その子の父親ってひろみ？うん。ひろみが何か話したそうにしてたのって子供のことかな。かも。そういえばひろみに似てまつげ長いね。うん、男の子だけどね。名前は未来。未来か、いい名前だね。サトル、本当は抵抗あったんだ。私たちだけ幸せになっていいんだべかって。サトルが眠ってしまったのは私たちのことが原因かもしれないのに、なんだかサトルを置き去りにするみたいで。カヨ、僕の運命は僕のものだ。君が責任を感じる必要はないよ。今の僕がこうなってるのはきっと僕自身が望んだことの結果だ。15年も寝てたくせに口が達者だね。え？ああ。それでもね、サトル。一人ぼっちでいることしか想像できなかった私が、今こうして家族といられるのは、サトルがいてくれたおかげだよ。ありがとう。ありがとうか。僕は一体何を。